超えられなかった。あの野郎は天才だ。おベジータが、ベジータの気づきの回ですね。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした、私はもっともっと楽しみたいんだ。メータ、降参だ。おめえの強さよくわかった。ほらもうやめとく。な、何？降参？な、何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなればこの地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。次に戦うやつをオラが指名してもいいか。超ドキドキしちゃうもんこれ。ヤムチャとか天津飯あたりとか、マジかよって。えっ、俺っ、マジっすかみたいな。貴様本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだ。この時ってさ、みんな予測できてた。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何？だからオラ全てを任せて降参した。いいだろう。では聞こうか、その存在するはずもないものの名前を。めっちゃくちゃベジータとかさ期待してんじゃね。カカロットでようやく俺のパワーが分かったかみたいな感じでめちゃくちゃドキドキしてると思ったわ。次にセルと戦うやつは、待って、俺が示すのか。セルに勝てるやつはそいつしかいねえ。おいおい、まあ、当たりがもうビックリマーク出てるけど、じゃ一応ね、一応ちょっとまずベジータさんベジータ言ってみましょう。ちょっと悔しいが、俺より貴様の方が今は上だ。だがそれより上がいるということなのか。ああ、なるほど、まあ、ある意味もう受容してる感じですね。ぶったまげるぞベジータ。信じられん。じゃあトランクス、トランクスは謙虚だから。悟空さん、何か作戦があるんですか。だからこれがオラの作戦で切り札だ。でクリリン、悟空まさか俺じゃないよな。ああ悪いな、おめえじゃねえ。ほっとしたような、がっかりしたようななんかでも俺これ気持ちわかんだよな。なんか、うん、俺クリリンの気持ちめっちゃわかる。この選ばれなかったことに安心感も確かにあるんだけど、この残念な気持ち、うん、お前今度行くかパチンコな、クリリン一緒になあ。今度ちょっと町田のピアで源さんでも並び打ちしよう。ヤムちゃん、俺じゃないってことくらい分かってるさ。お、だが本当にお前より強いやつなんかいるのか。ああ、オラはそう思ってる。天津飯、お前が認めたやつなら誰も文句はないが、正直誰なのか俺にはわからない。オラを信じてくれ天津飯。16号、俺にはお前が誰を指名しようとしているかわかるぞ。お、それが間違いだということもだ。あらあらあら、そういう感じなんだ。オラはそう思わねえけどなで、一応さセルは話できないもんね。めっちゃ怖っめっちゃ怖っ。怖すぎだろ俺。ダメだダメだ、オブジェクトになってる。
なぜか急に腹が痛く。別におめえに叩けなんて言ってねえぞ。そうなのか。いや、残念だ。この腹痛さえなければ。あそこに人誰？実況の人じゃない？こんなとこまで、ここまで朝逃げてたんですね。ほら、いいお前のための寝床だよ、これが。じゃあ行きましょうか、そしたら。あと話しかけたもんね。じゃあ、俺は君に決めた。お父さん。